何これ、ロックオンヒーロース、なんか勝負がこれ剣持ってますね。はい、コモン20、アンコ15、レア15で、ベリーが5で、スーパーレア5。いや、これしか入ってない。そして、ワンボックス24パック入り。こういうタイプは24ですね。すごい古い。DM29。まあ、さっきよりはマシ。さあ、戦国編みたいな感じかな。バトルギャラクシーだから。はい、来ました。なんか、うわ、これは、よく駄菓子屋に行けば買えた的な感じのあれですかね。はい、では開けていきましょう。24パック。うわー、開けずに取っておいた方が絶対いいと思うね。はい、では1パック目。もう普通に入手困難ですよ。あ、下に置くんじゃない？下。はい、チョキパン。知らん。シデンとかが出るやつだから、結構俺の時代には合ってるんですけどね。ちょうどメシャーが出るぐらいの時なんで。はい。ピアホワイト。白鵬。白鵬。白鵬ではちょっと相撲になっちゃいますね。白鵬が、あれ？白鵬？ちょっと忘れちゃった。うん。あいつがいるんで。あ、オロチ。ベリリア。つうことは、あれか。なんだこりゃ。全然わかんねえカードが、土管ユウナギ、ウンリュウレア、パステラジェリー。そもそもバトルギャラシクシー知ってる人自体がまあ少ないと思うんだけどね、ちょっと待って。今日はこれで終わります。まあ明日ちょっと開封またワンボックスする。あ、バイケン。バイケンって再録だったんだ。スーパーレアバイケン出ました。しかも初代のバイケンですね。あれ、バイケンってあれでも出ましたよね。なんだっけ。あのグレートフルミラクル的な感じのやつ。勉強になります。忍風台風。忍者の台風ってなんやねん。ザンヤ台風的なバディファイトの。ドルルガンムラサメ。ダブルブレイカー。このクイーチャーバトルゾーンに出したとき、侍をすべて自分の墓地からマナゾーンに置く。意外といい。けど、侍って今使用する人が、ホワイトグレンをこう、はい。やばい、ちょっと。途中中断するかもしれん。ちょっと。誰が来たんで、はい。できるだけ早めに開封していきます。あんまり先は伸ばせないぞ、これ。ちょっと、すいませんね。あ、まあ、いけるかな。これちょっとぐらいはいけるかな。はい、石神グレン王ですね。全然わかんねえよ、俺、これ、カード。なんだろう、上の方になんか来てて、カード切りそうで怖い。なぜか知んないけど、上の方に来るんですよ、これ。古いからですかね。誰かのいたずらかはわからんけど、上の方になんか来る。ちょっと待って、振って、ちょっと。できれば、これ、一回のカードのやつで終わらせた。ギアルスティンガー。はい。よくわからない。カードが出てきてもね。正直この頃やってないし。天才ジャニット。まあ、エピソード1とか、あとなんだろう。あれですね。ストロングセブンとかギリギリわかるぐらいなんで。ちょっとわか、ピュアホワイト2枚目。だ、じゃんけんチョキパンって何？じゃんけんのチョキパンって何？バトルギャラクシー自体やってる人もいないと思う。フータドラグーン。ああ、まあ小学生ぐらいの頃だから一応やってる人もいたかもしれないけど、どうなんだろう。この頃 DM はかそってましたよね。今はもう一番人気ですけど、シェアナンバーワンみたいな。
この頃の DM がすごいね。あ、パッパラ弁慶、ハイレア。そして2枚入ってるというね。この頃の DM はちょっとかそってたっていうかね。あんまり人気なかったっす。天才ジャニット。てか、まあ、バイケンがこのボックスで出ること自体が驚きですね。ロマノフストライク。あれ、ロマノフストライクってめっちゃ強かったんじゃなかったっけ？違いましたっけね。ドンキノフ。何？ドンキノフって。残り3パックやでー。24パックだから長い。はい、全然わからん。まあ、バイケン出たんでいいでしょう。しかも初期版のバイケンがね、半蔵です。あ、これも、再録だったんだ、あれのやつ。あの、ガチンコのやつ。はい、家もよく再録するんですね。何これ、高波男って。ハビエルネイチャー。イラストパック。この紫のね、懐かしいパックもいよいよ最後です。ユーナギ。あ！バザガベルグハヤテドラゴン、スーパー。出ました、スピードアタッカー。あー、めっちゃ嬉しい。まあ、デッキについてくるけど、1500円の。はい。ってことでした。まあ今回当たり箱でしたね。スーパー2枚出ました。まあ俺的にこういう箱でスーパー2枚出た試しないんで。はい。バイケンと、あとバザガベルグハヤテドラゴンです。はい。バイケンはまあ今でもあれですけど、こいつはもう今では見る価値があまりもないというね。シシガミとかベリー、ハンゾウとかね、ドルルガンとかね。うん。オロチとか、なんかすごいカードがね、いっぱい出ましたね、こちら。はい、ということで、バイオレンスヘブンに続いてロックオンヒーローズでした。まあ、3600円ぐらいで買ったんですが、アマゾンで。まあ、皆さんももし機会があったら、懐かしいんで買ってみてください。ここに半蔵がいますね。はい、ということで、まあ、そうっすね。まあ、今回ね、このパック、ほんと開けずに取っておこうかと思ってたんですけど、せっかく買ったんで開けちゃいました。まあ、次回ね、あ、次回というか、明日はね、ちょっとね、またボックス開封するので、お楽しみください。まあ、今日はこんなところで終わります。では、ご視聴ありがとうございました。